はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンバオゾウです。そしてファミツアップエッカです。スタジオスタッフでやっております。お願いします。ソウルゼロプロデューサーの平井です。よろしくお願いします。お願いします。我々はコスプレしてないです。お芝居なしで真面目によろしくお願いしま す, します真面目な真面目それ で, それでもね、はい、何を今日も初めてのやつがあるということで。そうなんですよ。何、すか。何すか。コラボ。コラボ。え、初めてのコラボ。初めての初 初ね、本当仕込みから何から、はい、時間かかりましたけど、はい、お待たせしました、はい、初コラボ満を持しての。そうなんですよ。そうですね。で早速じゃあ PV があるらしいんで。そうなんです、はい、ちょっと行ってみましょうか。お、行っちゃいましょうか。はい、行きましょう。はい、お願いします。ベルセルク。ベルセルクやります。渋いでしょ。渋い。渋いです ね。いや、そこ、そこ来るんだって感じです。そうなんですよ。え、見ましたけど、パルネーゼもらえるんですか。あげますもらっちゃ、もらっちゃっていいですか。え、いいですよ、いいですよ。画像ちょっとじゃあ、キャラクターとか、ね、見ていきます、ね、見ていきます、はい、そうですね、ちょっとその辺見ながら、僕もちょっと喋りたいこといっぱいあるんで、ファンとして、そうですね、ほんと。これですね、黒い剣士。味方全員のクリティカルダメージ 40% ある。まあ、やっぱね、パワー系のね。そうそうそう。やっぱクリティカルですよね、どちらかというとね。そうですね、ガンガン力で押していこうみたいな。そう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 。義手なんですよね、左がね。そうそう。大根みたいになって。おぉ、すげえ。めっちゃ動いてる。ボイスもいろいろある。死なんかじゃねえ。おぉ、すげえ。アーシャンくるくる回せますね、やっぱり。お、嫌だよ、マントのひらりしてます、ね、ひらりの動き。すごい、ね、ありますこんなスマホゲー。再現度はね、これ力入れすぎないですか。すごいですよ。でもソルゼロのコラボ、まあ、ソルゼロはもう手を抜かないっていうのも随分前から言ってますけど、コラボにも手を抜かないんですよ。一体一体しっかり作っていくわけです。すごい、あれぐらいで振り回しますからね、剣をね。鉄の塊ですよ、もう。味方後衛の魔法ダメージね、シールキャーの後半のステップアップガチャのね、あの、はい、目玉絵なるほど、はい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 、ガツが前半ですけどね、うん、これいいっすね、あのダメージもアップして、そうそうそう、受けるダメージも、ね、そうそうそうっていうね、使いやすいっすね。ね、魔女っ子なんすよね。魔女っ子なんすよ、見習いなんすよね。師匠さんがね、そうなんですよね、亡くなられて、ね、あ、2話までだったっけ。うわ、2話やっぱその精霊に耳を傾けなきゃいけないんですよ。そうなんですよ、そう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 、ね、そうそうそう、その土地もね、あの精霊なんですよ ね。おお、動きもちゃんとしっかりしてる。わぁ、すごい、かわいいね。マントもちゃんとこう、見てあげて、見てあげて、見てあげて、ひらりひらりしてますよ。そうですよ、ディフェンダーですね、あのファルネーズを守るという設定で。そうですね、やっぱり、ね、やっぱりスピード系というか、そうね、速度アップなんですね。そうそうそうですね。こうなんかあんまり喋らないキャラクターなんですけど、うんうん、でもしっかりね、あの耐える存在というか、そう、ファルネーズを押してつける。おお、普段目つぶってるんですよ ね、 ね、あの糸目というそうですね、ほぼね開いてると見てもらいますね、うん、この剣にあの、うん、精霊が宿ってるんですよね、うん、シュッってやったらもう、うん、シャ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 ってなんかその風の刃みたいなのでズバッと切れる。そう、そんなのがソウルアーズで見れる。あー、すごい、あとでね、はい、ぜひ、じゃあファルネーゼね、うん、はい、そうそうそう、みんながもらえるね、ファルネーゼ、味方全体の全ダメージ、そうそうそう、これ使いやすいですね。そうなんですよ、もっと団長なんですね。そうなんですよ、元団長、元が大事、うん、もう、ね、そう裏切ってね、はい、ガッツの旅を共にするっていう。そうですね、その時にね、髪の毛をね、切るんですよ、なあ、ね、った髪の毛、あ、裏切った時に、うん、バサッと、なんか三つ編みをこう、キュッてやってたような感じの、ね、あの髪型だったのを、ね、バッサリこう切ってね、うん、かっこいいですね、一緒に連れてってくださいみたいな、誘惑です。いいですね、そう、どちらが、どうしてか。どうか私どもを旅の意向にお加えください。これこれこれ。わあ、このシーン、このシーン、このシーン。ギュッてなった。うん、いいっすね。おお、
そう、あ、ちょっとってね、ね、前回のバージョンアップで 2.0 で入った。そうですね、ファルネーゼの時に急に使い出すと。なんでファルネーゼになったとか、下からのアルミ、ね、ファルネーゼでもファルネーゼやっぱね、あのね、パンツだからあんまりあれでしょ。そうですね、ちょっとそこまでやっぱ、そうそう、いやー、ほんと男の人ってそういうとこありますよね。なんか舐め回してますね。あ、下からパンしていかないといけないです。おキャラクター揃ってますよ。そうなんですよ。まあ、でもやっぱ実際ね、うんうん、まあ、イベントでね、使ってみて、まあ、どんな感じなのかっていうのを見てみたいですね。そうですよね。じゃあそのスライドを見て、はい、説明していきましょう。はい、まあ、まあ、同じようにですね、はい、イベントクエストで弾をまず入手します。弾を入手、で、入手した弾で、あのモンスターが来るので、それを攻撃してください。はい、で、敵を退けてイベントチケットをもらえるので、うん、そのイベントチケットで、まあ、ショップ、イベントチケットショップで、セルフィット交換したりとか、あ、そうだ、あとあれですね、うん、今回のコラボアクセサリーとかを、交換できるので、まずはキャラクター、まあ、セルフィコをね、ゲットしましょう、そうですね、ね、感じですね。で、マールコットにね、襲来してモンスターを攻撃して退けろっていうことで、はい、で、ソルゼロのこのイベントやっていただいてる方には、まあ、分かっていただいてると思うんですけど、改めて説明しますと、はい、まあ、通常砲撃、これ下からいきますね、通常砲撃っていうのは、もう弾そのまんまですね、額、はい、面通り攻撃するパターンと、あとチャージ砲撃っていうのがあるんですよね。30分に、そうですね、1回ね、あの2倍になるチャージ砲撃っていうのが、まあ、9回まで貯められるわけですよ。でそれをうまく使ってほしいと、敵に合わせてね、その辺はうまく使い分けてほしいんですけど、で本当に強いキャラっていうののために強化砲撃、ダメージ10倍のね、はい、これがね、今回ガッツの左手の義手っていうことになってます。そこにもコラボ感を、はいはい、そう、これはステップアップガチャなんですけど、はい、1回1ステップ目を回してもらえれば、もらえる、それでね、もらえるし、もらえるんですね。で、イベントチケットでも1回だけ、うん、前半1回、後半1回かな、はい、でも打ちまくれるわけじゃないんで、そうなんですよ、大事に、本当の強力な敵のために取っとく、なるほど、10倍っすからね。そうなんですよ、強い敵が出てくるっていうわけで、その次行ってもらいましょうか。おい、これはこれ使徒じゃないですか。そうなんです、使徒なんですよ。グルーベルドが出てくるので、去年は前半後半で3体ずつね出てきますけど、はいはい、まあ、途中から始められた人は、まあ、後ろの方で、まあ、まあ、要は計6体倒せるようになってますね、はい、そういう感じで、こいつのためにその強化砲撃、はい、うまく使うといいんじゃないでしょうか、はい、その削りきれないと逃げられちゃったりもするので、はい、ああ、そうなんですね。そうなんですよ、これは超強力ですよ。そう、めちゃめちゃ硬いですからね。硬いです。お、はい、大量の英霊石、そうなんですよ、ゲットできる。おお、報酬も豪華なんで倒すと、はい、ぜひぜひ、なんとしてもね、きっちり逃がさないでね、取り壊さないように倒してほしいなと、攻撃を決めて倒したですね、はい、ですね、うんうんうん、ちなみにこのグルンベルドもわざと書き下ろしというか、おすごいデザイナーが、そうなんですね、はい、ね、あ、ゆかちゃんがやりたくてたまんないみたいな、そうなんです、ね、うずうずしてる、はい、コラボしたいんで早く急に強気やん、そう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 、そんなコラボキャラクターを、はい、今からね、はい、ゆかちゃんが使ってみましょう。はい、さあ、ということで早速じゃあ、ね、行きましょうか、行きましょうか、行きましょう、ね、イベントタッチしてもらって、はい、血塗られた楽園の強戦、そうそう、ね、そうそう、ね、はい、はい、超級行きましょう、超級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 ですよ、超級。だってこの間、あれなんだよね、これここだけの話、ここだけの話、エカちゃんがうまくいかなかった、負けたっていうね、確か台本だったんですよ、はい、そうなんです、ね、まんまとね、勝った勝って、まんまと勝ち上がって、やったぞみたいな、そのままそれが収録に使われたんです、そうなんです。というわけで、今回厳しめに設定してまいりました、はい、超級いってもらいましょう。これなら、まあ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 、ガチガチですし、いや、これは結構、ね、とつってないもののね、覚醒はフル覚醒してるし、はい、しかもイベントボーナスつくんですね。そうそうそう、もちろんそうですよ、イベントキャラは常にそうですね、うん、イベントボーナスつくので、ポイントが多くもらえます。だから、いかにその、多くのキャラを入れて、うん、戦うか、うん、例えばこの3体フルで入れてやるかどうかっていうのが肝かな、うんうんうん、なるほど、いただけると少なくちゃうんですね、うん、左上に書いてあるイベントアイテム 2.2 倍です、本当だ、結構違うじゃないですか、そうなんですよ、だから1キャラずつだとどんどん目減りしていっちゃうんで、3体入れて、はい、攻略してほしいです、はい、ということでいきましょうか、はい、そうです、手汗かいてきた、大丈夫、楽園がうずいてないかもしれない、あー、うずいてない寄ってきてない、寄ってきてないえさあ、敵多いですね、さあ
や、ちょっと待って、待って、こうしよう。あと言っても長距離、ちょっと待って、どうしよう。あ、ちゃんと1体ずつね。そう、ちゃんとやる。なるほど、なるほど。ちゃんとやる。で、さあ、まあ長距離だしね。まあ今のところ余裕ですね。よし。おお、すごい。さすがキャラが強い。そう、セルあの中継団はチャージ系のね、あのアクションだ、ね。なるほどなるほど。まあ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 、こんなもんすよ。あね、こんなもんすか。こんなもんすよ。大丈夫ですか。いやまだよ。やっぱ結局最後よ。一番怖いの。そうそうそう。ここまで。あ、右から倒す感じで。なるほどなるほどね、右から。はい。おやけど。ああ。結局まともに倒した。はい、横一列で。はい、チャージだからね、その間に、うん、やばいやばい、あー、そっか、よし、青殲滅した。おっ、俺もラストですよ。ついにボス、ゾット。あー、ゾットだ。しかもね、あれっすね、まだこう人間、人間、そうなんですよ。人間ですよ。前半は人間ですよ。大丈夫、我々ソウルアーツ見えるんですか。見れますかね。おおっ、でもなんか言ってからにしか思い出したからよ、ソウルアーツ。ソウルアーツ、お前らのうち半分は今すぐエサだ。めっちゃ喋るからそう、むずかだと。おぉ、地面も割れる。おぉ、勝った。何これ、勝った。硬い、めっちゃ硬い。ちょっと待って待って待って、どうぞどうぞ。言葉遣いが悪い。夢中だ。あー、来た、ほらほら、さっき言ってたね、セルカの。これ見えるんですか、もしかして。見えますよ、ほら、待ってますよ。ファーン、ほんとだ。剣カメラっていうの。そうですね、見てくださいね、これ。硬い。強い、硬いね。でもほらほら、とにかくブレイクしないと、ミッションを。そうそうそう、あと2万どんどん減ってってますよ。ちゃんとあのチェインつなげていけばね、ガッツを。そう、チェインバックする。ほら、来た。そのまま期待してるから、どんどん打って、どんどん打たないと。ちょっと待って、ちょっと待って、待てない、待てない。あ、でも半分削りましたね。こっちもそんなに減ってないし、余裕あります。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと待って、こっち貸してください。こっち貸してください。ちょっとこっち貸してください。ゲルゲル、これコラボですよ、コラボ。ドルドルキャラクターだもんね。あえてコラボ感を見せてやりますよ。いろんな言い訳考えてる。ちょっと待って、ちょっと待って。おい、そうですよ、また8万だよ。だいぶチェインをしっかりつなげればいいんじゃないかな。やけども入ってるんでね。そうですね、削りはいい、削りはいいですよ。あ、いい、おお、減らしてますね、いいですね。うーん、チャージ入って3で、ガッツも抜けるが4チェイン、4チェイン入り、さあ、エレクターですね。おー、いいんじゃないですか。止まらない、止まらない、ソウルアーツ打ちたい。ソウルアーツ打つの。まだ溜め落とします。これ倒しちゃいますね、倒しちゃう、倒しちゃう。でも硬い、最後が。あ、おブレビッチャー。あ、これもう今が押し切れる、押し切る、押し切る。いや、今良かったですね。そうですね、うまい。結構ハラハラしてるし、ちょっとハラハラ、ハラハラ設定、めちゃくちゃハラハラ設定だ今回は。あ、見ようね、ちゃんと少量差もね、少量部位も。そうですね、ちょっとファルネーゼとかのソウルアーツも出したかったんですけど。ああ、ちょっともう一回やるしかないです。やっぱガッツ強いからガッツ打っちゃうんだよな。ガッツをいかにほらマックス、チェインマックスに持ってくるかが大事。順番ですか。うん、あの、確かに。そう、シールケが別にチャージしても関係ないので、あの、ちょっと時間差になるんだけど、あの、エジの攻撃来る前に。そうそうそう、またガッツ打っちゃうから、3チャンネルガッツ打っちゃうから、早めに打ちたがり。いや、なんで打っちゃうんですよね。あとほら、ちゃんとあの攻撃範囲も確認していくとですね、あの、まあ、こういう雑魚戦のところはほらシールケさんが全体攻撃なんで、あ、便利な数が多いときは全部に攻撃範囲が当たるので、などなど。あ、初心者。うん、いや、待って、次見ててください。次、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 あれ、もういきなり初手シール系で、3チェインで、4チェイン、4チェインは、あ、いいですね、良いですね。で、5チェイン目が、やっと、そういうこと、そういうこと。よし、いいじゃないですか、順調。やっぱ初手、まあ、あれですね、シルキューっても結構ダメージ入りますね。そうそうそうね、うん、さあ、ゾウ来た。さあ、ここで見たいな、何がな、何が起きるのかな。ガッツやったから、ガッツやったから
お金を見せてくれ。おお、すげえ。ダメージ与えて回復。おお、強よ。これめっちゃ強いじゃないですか。強いでしょ。敵全体でしかもね、回復もして。回復もするんですか。うん、ガリアン、ガルト。おお。再現度。おお、すごい。教会の上で今やるんですよ。すごい。さあ、なんか魔法攻撃とかあんまりドクター打ってくるイメージないですか。そうなんですよ。前半戦は前半戦と後半戦がやっぱありますからね。なるほど。で、シルキは後半のあれなんで、はい、目玉なんで、はい、そうですよね。キャスカいるんですよ。ほんとだ。ちょっとこうね、え、なんかちょっと迫る感じ。そうですね。キャスカを守るためにみたいな。大体ね、パルメイズがキャスカついてますから、ね。そう守ずっと守ってるんですよね、キャスカ。なぜか。よし。うん、ただね、魔物寄ってきやすいのキャスカ。でね、やっぱ一番弱いパルメイズが。そうですね。それは打てる。よし。あ、ガッツ、もう一回見れる。もう一回見れる。うつるダメージ30%強いですね。強いですよ、これ。お前らのうち半分は今すぐエーサーだ。ドン、ドン、ドン、パワー。あー、これで、あれで倒してしまったな。ちょっと待って、ちょっと待って、勝てる。もう6個かよ。まあでもね、2回目はやっぱりちゃんと順調に、ね、順調にいきましたよ、うん、こんなもんですよ。ですね、うまくなりましたね。まだこの、ね、長いことやってきたこのタイミングでチェインのことを改めて復習するとは思いませんでしたということで、しっかりね、はい、ソラーツも見れて見えます、はい、よくありますね。ね、そうなんですよ。しかも再現度、そうそうそう、そうですね。あのアニメ中の場面場面の再現、うん、そうですよね。これを見てから、ね、アニメも見たくなるということで、まあまあ、そうです、それはあります、ね、それはどうなってんのかってことですよね、うんうんうん、気になっちゃうんですよ。さあ、ということでコラボいろいろ紹介してきましたけど、はい、なんかないですか、もっとなんか皆さん、まあ、あるっていうか、はい、今回あの前半の、ね、クエストの設定だったんで、まあそうっすよね、ドットが人間形態っていうのが、そうですね、確かに。でドットやっぱりその人たちは大体こうね、こういう状態ですよ ね変わってくる、ね、後半になると、まあ、さっきシール系のあのねあれですけど、魔法をダメージだと思う。ありましたね、確かに。ちょっと今の状態のゾットだと ね、あんまりこう、そうなんですよ、あれはなさそうでしたけど、物理系なんです。そうですね、そこまでいったらわかるでしょう。後半戦はまさか、はい、あ、そうなっちゃうんですか。そうなっちゃうんですよ。あらら、かなりね、さらに、まあ、厳しいクエストになってくると思うんで、はい、次こそ後半戦だったら多分勝てなかったよ。いやー、前半だから後半に向けてもそうですね、楽しみにしてもらえる、倒すためにもシール券もゲットしてもらって、そうですよ、はい、ね、それ有効に使ってもらう、そうなんですね、そうですね、はい、はい、パルデンケとね、はい、そうね、使って回してくださいという感じ、はい、うん、ありがとうございます、はい、ということでめちゃくちゃ再現度高い、そうなんですよね、今回のベルセルコラボでしたけども、はい、ぜひ皆さんもね楽しんでみてくれればと思います、はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。